皆さん、メリークリスマス。夜、9時、木曜夜9時になりました。声優ジャックポットへようこそ。当カジノのディーラー菊池たけるです。そしてはっはっはっはトナカイだよ常連客の早見さんです。あー、まあそうですね、僕がこれしちゃうと自然的に、いやでも、あの僕、早見さんを引いてはできない。君が引くんじゃない、僕が引っ張るんじゃない。いやいや、そんな恐れ多いことできないです。だってソリに乗ってるんでしょ。乗ってます。私ソリ引くんです。俺ファンから殺されます。大丈夫大丈夫いやもうおめでたいですね、クリスマス、ね、いやまあそうですね。いやちょっと気がついたら、それ何、頭巾かぶってるじゃない。頭巾ってサンタ帽ですよ。サンタ帽頭巾まあ確かに見えなくないですけどまあね、もうそんな季節ですから、はい、どうですかクリスマスは。普段は結構なんかケーキ食べたりとかってされます？ケーキの代わりにシャンパン飲みますねシャンパンで、シャンパンとチキンと、うん、あとはローストビーフ、クレソンを途中こう挟んで紙で食べる、はいはい、あ、そんな食べ方あるんですか。え、しません？クレソン俺あんまり知らないんですけど、クレソンってそういう食べ方。そうそうそう、ちょっと苦味があるから。あ、うん、でちょっと口の中とってそうまた飲んで。あ、そうなんですね、ちょっと今年やってみようかなって思います。ぜひね、皆さんも試してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで始まりました声優ジャックポット。この番組は第1第3木曜日夜9時から1時間ボイスラウンジチャンネルからお送りするカジノスタイルのトーク番組でございます。これから1時間でございます。豪華ゲストを招待して僕たち2人と一緒にいろんなゲームを行いながら、はい、トークを繰り広げていきます、うん、はい、最後まで見たい方はぜひチャンネル会員登録にベットしてくださいね。ありがとうございます、はい、さあこちらから会員登録することができるのでよろしくお願い、うん、お、今日はもうこすってもう叩きつけて、うん、スッて、はい、ゴルッてやってもらって、はい、ありがとうございます、はい、そしてもちろん視聴者の皆さんのコメントも読んでいきますので、どしどしコメントください。今もねゴリゴリとコメントいただいております、はい、そしてですね、ツイッターでコメントする際は、うん、ハッシュタグの後に声優ジャックポットをつけてツイートしてください。はい、はい、というわけで、うん、お待たせしました。それでは本日のゲストさんを紹介いたしましょう。高塚智仁さんです。よろしくお願いします。高塚智仁です。よろしくお願いします。遊びに来ました。お邪魔します。お願いします。はい、やっぱ M の人来ちゃったまあそうですね、今回あの今発表されてるやつだとね、ちょっと並んで、ね、サイド M というところで仲良しのメンバーだから呼んでいただけたのかな。6、7年の付き合いでございますから、そうですね、来てくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。どうですか今回この番組のお話を受けての印象というか、はい、いや、そもそもこの番組はもちろん知っておりまして、はい、最初発表された時に、はい、どんな組み合わせなんですか皆さん多分ゲストの皆さん驚かれてる思うんですけど、僕らも驚いたよ。そうですよ。あ、いや僕が一番驚きましたいやそのどんな経緯でこのお二人に、このチャンネルのプロデューサーの方がこの二人っていうふうに決められた。そういう感じなんですね。もしかしたらなんかこう声優のさ名前があってさ、こうやって引いたのかもしれない、うん、だとしたらめちゃめちゃ幅広くよかった。ダーツの旅かもしれない名前書いてあってめちゃめちゃすごいことしてますね。いや僕珍しく、だって普段仕事の連絡とか大体まあよくても LINE とか、まあ、メールとかが普通ですけど、急にマネージャーから電話がかかってきて俺なんかやらかしたんだろうと思ってビクビクしてたんですよ。そしたら早見さんとの仕事が決まりましたっつって、めちゃくちゃびっくりしました。5回ぐらい確認しそうですね。そう、それドッキリなんか最初それぐらい疑っちゃうよね。一度もお会いしたことありませんけどみたいな。ああそうか、そう、初めましてでもう、ね、間接的にはもちろん、まあ、もちろんゲームすごいね、そうなったんですけども、お二人は初めましたですか。初めまして。初めまして、はい、なります。ただですね、僕ちょっと今日言いたいことが早見さんにございまして、あの僕の父親と兄が、はいはい、銀河英雄伝説が大好きでございまして、で僕も一緒に見てたんですよ、はい、その中でファーレンハイトが、早見さん演じるファーレンハイトが一番好きなんです。本当ですか。今日本当父親と兄に自慢をしてしまいました、うん、ちょっと待って、 お父様っておいくつなの。60になる59、8ぐらいですね、うん、
じゃあもう今見てるかもしれないですか。そうなんですよ。パパ見てる。そうなお兄ちゃんも見てる。後で絶対見せようと思ってで言ったらもうめちゃめちゃ驚いですよ。みたいな。興奮しますよですね。もう二人とも驚いて、いやいや、本当によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではね、ここからは、まあコーナーに入っていきたいなって思うんですけれども、まずはこちらのコーナーから入っていきたいと思います。今日の運勢はどんな感じ？ルーレット占い。なんだろう。はい。今日の菊池君ちょっとフジテレビっぽいね。あれ。ノリがノリが本当ですか、占いコーナーに。あー、なんですかね。まあでもやっぱ気合入ってるの。気合、それは気合入ってますよ。いつでも気合入ってますって。素晴らしいね。行ってみようか。行ってみますか、うん、はい。ではこのルーコーナーのルール説明をさせていただきます。はい、はい、このルーレットもう占いっちゃったもん。占いだから占いちょっと、はい、いいんじゃないですか。いいですか、はい、いきますね。はい、はい、このルーレット占いとは、我々3人が今回どんな立ち回りで番組に参加すればいいのかを教えてくれるちょっとした占いゲームとなっております。ルーレットを回してですね、玉が入ったポケットの番号に応じて占い結果が用意されています。なるほど。というわけでですね、まずは早速ゲストである高塚さんの、はい、運勢を占っていきたいんですけれども、上からのカメラでこれ撮ります。はい、これここに今ちょっと、あ、本当だ、すごい、はい、うん、これもうちょっとなんか、そうですね、今日はルーレット主役にしようよ。もう分かりやすいところに。あ、分かりやすいですね。はい、で僕が、基本的には、回して投げるんですけれども、その投げる合図をシュートといって、シュート、はい、合図いただければそのタイミングで僕が投げますので、分かりました、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。ルーレットスタート、どうぞ。ゴーシュート。、ね、やりたくなるんですよね。そう、回るでシュートだったらもうそれしかないっていう。さあどんな結果が出るのかな。キクティの回しが、はい、お、お、出ましたね。30番でございます。来年30歳です。お、あ、そっか、そうなんですね。嬉しい数字に入った。あ、いや、なんかそう言われるとなんかすごい感慨深いというか、本当にね、気づけば出会った時は24とかもっとか、もっと僕が20歳の時。それからもう立ってるってことですね。はい、というわけで、30番の占い結果こうなっております、はい、小さな幸せで我慢しましょうと。あ、素敵な言葉かもしれないですね。欲張らずに今ある小さな幸せで満足してってことですね。ぴったりですね。僕の座右の銘ぐらいぴったり。じゃあ、来年2022年の、抱負というか。小さな幸せで、いや、今我慢ダメですよ。ダメですか。もっともっとやっぱり貪欲に行きたいですから。まあでも確かに日々の出来事の中では確かにそういう小さな幸せで我慢したいなと思います。はい、ではでは続いて早見さんの占い行きましょうか。はい、ではまずさせていただきます。はい、どうぞ。ゴーシュー。はい、シュートいただきました。さて何が出てくるのか。同じ数字に入る可能性もあるわけですね。まあもちろんありますね。僕はまだね、新人なので。お、あれ、またなかなか出ないところ出ましたね。何ですかこれ。こちら00番でございます。はい、こちら00番、うん、いきますね。思いがけない名誉や成功が手に入りそう。お、え、ちょっと待って、僕人間国宝。国宝認定かもしれないです。あの、しかもこの番組内でこの話ですから、何かが、そうそうです。いやいや、でも番組内で思いがけない名誉ってどういうことなんだろうってやつ。例えば、うん、これを運営している会社の役員に取り立てる。思いがけない、なってもね。思いがけなく、うん、そしたらもう自由にちょっと番組をああしてこうしてっていうね、お酒も出してもらい。確かにお酒なんか、お酒ですね、ですね、お酒出る予定なんだけど、うん、ちょっと待って、まだちょっと、まだ、そう何の場なんですか。間は思いがけない名誉ね、うん、名誉があるかもしれない。すでに社長ですからね、でも言ってしまえば。はい、はい、ではちょっと僭越ながら僕もちょっと占いさせていただきたいと思います。はい、自分で言うのね。僕は自分で言わせていただきます。いきます。ゴーシュン。はい、なんかいそう。はい、裏返り気味で。ちょっと主人公の横にいるメガネのちっちゃい。あ、そういうのやりたいですね。絶対ほぼほぼ試合勝てないキャラだ。あ、
解説系のキャラクターを13番ですね、はいはい、こちら13番の占い結果は失敗を恐れないチャレンジが成功の秘訣と。めちゃめちゃいい言葉です。ガンガン今日は行かせていただきますね。もう とことん思いついたところからね、ガンガン行きたいと思います。でも生放送なんで気をつけてください。あ、そうです。思いがけない失敗を恐れずって。そうですね。それは良くない。バンされる。程よくやらせていただきます。よろしくお願いいたします。多少の中失敗は大丈夫よ。うん、全部あのお二人がカバーしてください。フォローしていただいて。はい。はい、行きましょうね。はい、お便りね、今回もいっぱいいただいております。うん、読ませていただきます。はい、ハンドルネームさやぴさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。本日は、本日番組を初めて視聴させていただきますと、うん、ありがとうございます。季節はもう間もなくクリスマスですが、うん、同時にお正月の雰囲気も漂ってまいりましたねと、うんうん、ここでお正月にまつわる質問なのですが、うん、皆様は毎年お年明けの瞬間は何をして過ごされておりますか。うん、わ流れてきた。私はカウントダウンをしているわけではないのですが、毎年ドキドキしながら時計を見つめてしまいますということでございます。さやぴさん、ありがとうございます。毎年ドキドキするってすごいよね。そうですよね。やっぱこう何度も何度も経験してるとだんだん気づいたらもう正月迎えてたりすることもありますね。二人の住んでる近くで除夜の鐘って聞こえる？うちは聞こえる、聞こえないかもしれないですね。実家は聞こえました。ああ最近、はい、都会で除夜の鐘がうるさいっていう、なんかあるみたいですね。クレームが来ちゃうから、うん、もうできないみたいなのもあったりします。100つの煩悩ぐらい叩かせてくれよってことで、ね、年に1回なんですからね。1回なのに、うん、まあ、確かにそう言われるとなんかこう、まあ、なんだろう、ちょっ と正月に対して特別感がちょっと年々薄れてきてる感じはあるので、なんかこうやってね改めて毎年ドキドキしながら時計見つめてしまいますっていうのを聞くと、いやそうだよな、確かに昔はドキドキしてたって思いますもん。いや、してましたよ、どんなことにも。うん、どうです、なんか最近は、最近だと。僕は毎年あの家族で過ごすんですけど、うんうん、なんか結構そのカウントダウンのタイミングで、父親がその車運転するの好きなんで、うん、家族であのちょっとなんかどっかなんか、まあ、それこそなんでしょう、なんかカウンイクスピアリ行ったりとか、あのディズニーの横のイクスピアリ行ったりとか、なんかちょっとカウントダウン気分味わえるような場所に横浜の方までちょっと行ったりとか、なんかそういうところにいろんなところ結構毎年毎年ジャンプするの。いやそこまではしないんですけど一応なんかみんなで、はい、今私です。写真撮る。明けおめしますね。地球の上にいなかったんだ。なんかそうです、毎年家族仲良くやって、いやでもディズニーだと僕も昔一回だけなんですけど、あのそのディズニーのカウントダウンのイベントに行ったこともあって、なんともう入ってたの中に。中に行って、そうですそうです、そういうのがあったんです。あ、中に、あ、こっち、あ、うん、あの、あれは中いないんです。あ、そう、中いないんです。いないんです。素晴らしい。でもやっぱなんか本当に小学生の頃だったから、うん、まあ、ほとんどもうすごい眠たい目をこすりながらも、うん、なんかこう花火上がったりするのを眺めて、うん、それ見終わった後に朝まであのレストランのところでずっと横になって寝てるみたいなのありましたね。いや楽しそう。ハイメさんはなんか正月のお正月の思い出とか普段の過ごし方だったとか。いや普段はもう、うん、紅白終わって、うん、除夜の鐘になったらシャンパンで乾杯するぐらいですけれども、うん、中学の時に友達十数人で、うん、あの地元が兵庫県なんで、はいはい、姫路城にお正月行ったんですけど、はい、人すごそうです、ね、すごいです、人いっぱいですよ、ね、初登場っていうね、の登るんですよ、ね、はいはいはい、あれがもう最高に気持ちいいんですね、殿様になった気分です、ね、そうですよね、ならでは感じれないですね、うん、いや、いいな、ちょっと羨ましい、また人それぞれのね過ごし方がありますね、うん、はい、はい、では続いていきましょう。こちらハンドルネームゆめさんからいただきました。ありがとうございます。早見さん、菊池さん、高塚さん、こんばんは。こんばんは。2021年もあと少しで終わってしまいますね、うん、そこで皆さんに質問です。皆さんの2021年のジャックポットは何ですか。私のジャックポットは高塚さんのアーティストデビューが決まったことです。おーおー、ありがとうございます。おかげで2022年も生きる気力が湧きました生きる気力になれて嬉しいです。
ですね、本当にアーティストデビューおめでとうございます。ありがとうございます。本当つい最近発表させていただいて、うん、デビュー自体は来年にはなるんですけれども。どんな展開をしていくんですか。なんかまだ本当にデビューしますっていう発表しただけなので、うんうんうん、ちょっとこれからどうなっていくのかっていうのはまた来年デビューしてから徐々に徐々に情報解禁できたらいいなって思ってるんですけど、乃木坂とジョイントコンサートやったりその予定はないですね。ちょっとそうですね、あまりにもなんかこういうのを歌ってみたいとかっていうのはないですか。でもそうですね、楽曲とかは結構僕音楽がもともと大好きで、はい、なんか自分のやりたいのはこういう形っていうのがあったので、うん、結構そういうのを反映させていただいたというか、うん、あのミニアルバムという形で6曲入ってるんですけれども、うん、全部本当自分の好きを詰め込んだみたいな感じになって、うん、演奏はする演奏はできないので、本当歌ってるだけなので。いや歌って歌えるのがもう最高。本当にそうなんですよ。いやまあいろいろやられてるじゃないですか。いやもうやめてどうですか早見さん、ジャックポット。ジャックポットですね、はい、やっぱこうやってこの番組が始まって、はい、やっぱり今日も高塚君初めてですけど、でも初めてっていう気がしない、一方的にね、うん、やっぱりお名前とかも当然知ってるんで、だからこうやって本当に若い方たちと一緒になれることが、ますます君たちから僕は若さを吸収して、もっともっとのさばってやろうと思ってます。のさばって。いやでも本当に僕も自身もこの番組始まったことは本当にジャックポットだなと思いますんで、もう長くやっていけたらなって思いますんで、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがたいお言葉です。はい、たくさんのメールいただいております。引き続きメールお待ちしておりますので、はい、たくさん送ってください、はい。ありがとうございます。それではそろそろ最初のゲームに行ってみましょう。最初のゲームは、目指せ21ブラックジャックトーク。よーい。はい、このゲームはゲストさんの人となりを掘り下げることができる、さまざまなトークテーマが書かれた14枚のカードの中から好きなカードを1枚ずつ選んでいただき、その内容についてトークしてもらいます。あ、はい、ありがとうございます。はい、カードの裏にはですね、トランプと同じようにこのように、エースからキングまでの数字か絵柄が書かれておりますので、はいはいはい、選んだカードの合計をちょうど21にできれば、ゲストさんの勝利となりご褒美を差し上げます。おー、むずそう。はい、ただしです、この14枚のカードの中には1枚だけジョーカーが紛れ込んでおります。あら、もしそのジョーカーを引いてしまった場合は、ちょっとした罰ゲームがありますので、こちらお気をつけください、はい、というゲームとなっております。遊びに来たのにいきなり罰ゲーム課せられるんですね。そうですね、まあ、そこはリスクを伴っていただかないと、カジノですから。なるほど、なるほど、そうですよね、はい、そういうことでございます。というわけで今ですね、このように14枚、並べさせていただきましたと。はい、その手の先生、いや、これは大丈夫です。裏のマグネットでこう、そうなんですよ。あ、なるほど、なるほど、はい、この裏にトランプがある。あ、本当だ、すごい、はい、こうやることで毎回毎回変えることもできると、スタッフさんの知恵でございます。はい、それでは、この中から好きなものを選んでいただいて、気になるものがあれば、僕が選んでいいんですか。そうですね、ちょっと一旦話しましょうか。よいしょ。なんか趣味の話とかってあります？趣味の話は今回ありますかね。結構仕事についての話が多いのかなと。まあ、後ほどまたその趣味の話とかもできるかなと思いますので、はい、まあ、あとはそうですね、スタッフさんの、まあ、これに1入れてんじゃないかな、ジョーカーが入ってるんじゃないかなみたいな、まあ、予想でもいいですし、単純に気になるところから選んでもらっても構いません。ちょっとこの、はい、僕こういうの大好きなんで、これ言ってみますか。はい、はい、ではこちら、ドドン、もしも映画の主役になれるとしたらどのジャンルに出演したいと、はい、いうことでございますけれども、うん、どうですか、実際そういう願望あります？ええ、うん、やっぱり誰もが夢を見る、うん、なんか一度はこういうの憧れるなみたいなのじゃないですか、で、はい、僕アクション映画が大好きで、うん、あの俳優のジェイソン・ステイサムさんが大好きなんですよ。で、やっぱりああいう、なんでしょう、うん、なんていうの、もうエリート殺し屋みたいな、はいはいはい、なんかそういう銃を持って格闘もできてナイフも使えてみたいなのに、うん、はい、なジャンル、うん、そういうアクション映画に僕は出たいなっていう。なるほど。ああいう映画見た後、なんかめちゃめちゃ自分強くなった気になりません？うん、わかりますね。今多分なんか変なやつに絡まれても多分勝てるなみたいな。
なんかそんな気になれるんですよね。なるほど。なんかちょっとねお茶したりとかちょっと目の前にビル立ってるとあそこ爆発すんのかなみたいな恐ろしい。でもなんかそういう非現実的な、うん、なんかこと考えちゃったりしますよね、うん、そうですね、うん、なんか、うん、ありがとうございます。早見さんは前は、なんておっしゃってましたっけ、主役、それこそアクション、あ、じゃあ時代劇、そう、時代劇の、ね、最近でもね、ちょっと考え変わりました。お、変わりました。アイアンマンになりたい。おお、アイアンマン、金の力で。おお、そっちなんですねガシャン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 って。確かに何でもできますからね。そうですよね、あれもすごいですよね。すごいですよ。うん、いや、そうか、でも確かにマーベルは強いですね。まあ、確かにマーベルヒーローに憧れるっていうのはありますよね。そっち、さっきなんかあのコメントであの高塚さんがあの喋り始めた時にハーレムって聞いてるのがありましたけど、コメントで。マジ？ハーレム映画の主役？違う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 、ちゃんと映画とかってか二次元に行けるとしたらそれハーレムですけど、映画になるとしたらやっぱりちょっとアクション映画に、うん、ね。はい、ありがとうございます。アクションはい、ではではそれアクション、それアクションです、アクションいいですか、はい、では、こちら番号発表させていただきたいと思います。こちら番号ドドン、ラッキーセブン。おお、いいじゃないですか。いい数字ですね。はい、この調子でどんどんね21を目指していただければと思います。あとこれ14は必要になりますので、あと2枚はいけそうですね。はいはいはい、もうジョーカー以外だったら何でもいいですね。そうですね、はい、じゃあ僕はこの、お、まあ、なんかでもちょっと怪しい、数字怪しそうだけど、数字怪しいですか、やります、いきますか、はい、はい、ではこちら行ってみましょう。もしも今一つだけ願い事が叶うとしたら何をお願いすると、はい、いうところでございます。いやもうこれは僕本当にいつも言ってるんですけど、はい、自分の今持ってるものすべてなくなるけど、うん、二次元に行けるよって言われたらどうするっていう、そのボタンがあるとするじゃないですか、はい、1秒も迷わず押す自信それは次元だっていろいろあるけど、あ、なんかそこはちょっと都合よく自分の行きたい世界に行けるっていう体にしていただけるとで、その中で自分が主人公、そうです、自分の好きな設定でそこに行けるって考えたら、すごくわかる、行ってみたいですね、行ってみたいですね、自分の好きな作品でも何でもいいんですけど、本当に二次元ってこう見えるけど、こうやって見たら見えない。ちょっと待ってください、あっちの世界に行けば、僕も行けばちゃんと、あ、そうなんだ、そういう存在になるんです、うん、そうか、そんなそれは行きたくないです。僕から見ると2次元なんですけど、向こうの世界では3次元広がってるはずなんで、きっとそういうの、これはでもね、ちょっと都合良すぎると思います、ね、あ、欲望が出すぎました、危険ですよ、ちょっと開いてみましょうよ、行きますか、はい、じゃあこちらどうなってるのか見てみましょう。どうどん、あれ3番でございます。いいじゃないですか、ぴったり10人、これで今ちょうど10になりましたので、エース、エースですね、エースを引くことができればそれでもブラックジャック達成となります。ちょっと頑張りたい、これはちょっと狙っていきたいですね。ヒロミ狙うのよそれあの、あ、いやいや言っとくのやめますかやめときましょうかコートでは、あ、はいはい、どうしようかな、エースっぽいのがある、エースっぽいの、なんだったらね、まあ、ちょろっと、まあ、コメント見つつ、まあ、ちょっと見えないかなと、うん、今この中ですと印象に残ってる仕事、もしも会えるなら会ってみたい歴史上の人物は、もしも声優じゃなかったらやってみたかった職業は、この業界なら当たり前の声優あるある、などなど、うん、今年1年の振り返りとか、意外な交友関係、もう反対や怒られた話とかでありますね。今年を漢字1文字で表すならと、ちょっともしも声優じゃなかったらやってみますかね、行きましょうか、はい、ではもしも声優じゃなかったらやってみたかった職業はと、これ僕本当にその声優という職業を知る前は、うん、あの生き物が大好きなんですけど、はい、動物園と水族館どっちかで働くか、うん、獣医になりたいって思ってて、おすごいそれを目指してあの資料とか集めてた時期があったんですよね、はい、もうめちゃくちゃ勉強して、まあ、そんながっつりってわけじゃないんですけど、その何でしょう、どうやったらいけるのかなみたいなのを調べた時期があって、そこから声優に目指すってなったのは何かきっかけがあったんですか。あの同じオタクの友人に出会ってしまったがゆえにそこがきっかけだったんですね。そうか、未だにちょっとなんか憧れみたいなのは、う
ありますね。動物はそうですね、僕もなんか牧場物語に影響されて牧場をやりたかったなって思ってた時期もありましたし、牧場ねちょっと変わってくるけどまあまあちょっとね、あのいろいろ大変な感じになりそうですけれども、ね、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、ではこちらの数字はドドン、お、あ、刻む、刻んでますね、4番でございます。はい、というわけでこれ14になりましたね。7はあるから出ちゃってるんで、もう2枚いくので、お、狙うなら2と5、そういうことか、2と5ですかね。いや、むずえ、もう2と5しかないんじゃないですか。そうだ、2と5しかない。いや、1と6、あ、1と6もありますね。1と6が2と5と1と6ですね。いや、1と2、そうだね、うん、ちょっとこれは難しいですよ。なんか逆にこれ早見さんに聞きたいです。あ、これをじゃあ聞きたいということで、はい、はい、この業界なら当たり前な声優あるあるを教えてと。あ、聞きたいです。ありますか。やっぱりね、新人のうちにちゃんとした作品に出て、そこで揉まれて磨かれた人が残る。おー、もうだから M に入んなきゃダメよ。まあそこもね、やっぱ僕らにとってはすごい大きなコンテンツでしたし、多彩なメンバー揃ってるじゃない。いや、そうですね、やっぱいろんな影響は受けますよね、うん、個性がある人ばっか集まってるんで、うん、やっぱりお互いライバルでしょ、友達って言っても。そうですね、まあ、そうですね、仲はいいんですけど、やっぱお互い意識し合うところとかあったりもしますね、うん、すごくいいと思う、それ。確かにそういう意味では確かに多いですしね、うん、普通のコンテンツよりもそういうライバル的存在が、うん、まあ、そういうのもあったりとかして、やっぱこうやって今こうやってなんだろう、こう番組通して共演してくだ、うん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 、共演になった時にこうやって話しやすい環境になったりもしますし、だから本当にありがたいですね。でもそれをまた別作品でもどん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 次の大きなものを撮っていきたいなって思いますよね。撮っていきたいね。本当に、本当に大きい作品撮りたいよ。ちょっもうね、お二人と別作品でも掛け合いをしたい。ああ、本当にもう心からの願いでございます。これは絶対いい数字ですよ。これはいい数字。これいい数字、うん、ちなみに高塚さん、なんかあるあるってあります？え、僕あるあるなんて言えるほどのあれじゃないですよ、まだあのよく僕なんかよく話すのは、あのボールペンよくなくしがちとか。いやいや、めちゃめちゃあるあるだけど置いちゃうのね、譜面台に置いたまま帰っちゃうとかね、ありますけどね。ありますか、ね、はい、ではでは数字発表していきましょうか、うん、こちら数字すごいですよ。5。おお、あれ来てますよ。とあと2ですよ。すごくないですか。5枚目引く人なんて初めてだよ。初めてですね。本当ですか。今まで最大はどうだ、 3,4 ぐらいですけれども、 4ですかね。でももうそれドボンになってたもんね。そうですね。なのでここで2を出したらもう快挙ですよ。マジっすか、やば。一番多くカードを引いてブラックジャックを取る、うん、これは絵札を引かないでね。そうですね、ぜひ2を当ててほしい。 2?2。ちなみにこれ全部スペード？あ、ぽいですね。そうですね、スペードですね。スペードの2ですよ。うわー、すごい、ギャンブルってこんなドキドキするんだなんかでもこれが緩いからちょっと2とかになりそうな気がするんですけど、逆にボーンみたいな可能性は。いや、うわー、ちょっとどうしたらいいんですか。私は、みんな助けて、見てみようかな。じゃあ僕が、あ、ねえ、何がいいかな、どうしたらいいんでしょう。私は、はい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 、はい、ずるい。おー、あー、あー、完全にフラグにすら感じるもの。おー、自分の右手が怖い。